やっと届きました。はい、どうもこちらゆくゆくるです。まあ今日はですね、せっかくタイポンさんからの視聴者プレゼントの景品が届いたっていうのを、ね、突き指しちゃったっていう。でですね、まあこちらは何の景品かわかんない人に説明します。僕はですね、タイポンさんの以前、タイポンセカンドというチャンネルで行われていた視聴者プレゼント、ベイブレードの、なんだっけ、ゼノエクスカリバーの視聴者プレゼントになんと僕が当選したんですが、そちらがやっと届いたので紹介します。それがこの段ボールです。で、こんな感じでね、まあ上に住所とか貼ってあったんで、さすがにそれは見せれないですけど、早速開けていきたいと思います。やったね。はい、で、カッターで切りました。早速開けていきたいと思います。なんか領収書みたいなの入ってない。おー、せーの、バーバーン。おー、まず一つ目は、肝心の、ちょっとした手紙です。こちら。こんにちは、タイポンです。当選おめでとうございます。ゼノエクスカリバーでたくさん遊んでください。ということでね、こんな感じで、切ってあるところもね、タイポンさんらしいなって思う。すごい嬉しい。ありがとうございます。次は、ランチャーとかね、そんな感じ。白のランチャーと黒のランチャーを2つつけてくれたらしいです。それぞれ。で、4本ですね。ランチャーどっち？まあ、僕もベイブレードバースをね、最近ね、始めようかなって思ってた頃だったんで、まだ全然覚えてないですけど、すいませんね。まずはこちら開けていきましょう。はい、出しました。こんな感じで、白と黒のランチャーがついています。こちら、ランチャーなのかな？わかんないけど、ま、曲がってるけど、お風呂に入れれば、ね、まっすぐになるらしいんで、入れておきましょう。多分こっちがランチャーだと思う。開けていきましょう。白のランチャーと、オレンジの、傷つけないように気をつけて。はい、こんな感じですね。思い出した。確かワインダーだったっけかな。で、こんな感じです。で、まあ、ここに入れて、で、こう、シュートをね。おー。で、最後はこちらですよ。肝心のゼノエクスカリバーでございます。こちらは新品となっております。おー！バシャバシャバシャ、バーン。はい。こちらです。かっけー。やっば。後ろ。よー。上。下。じゃあ、開けていきましょうか。もうね、すごい嬉しいです。こんな大物 YouTuber とね、コミュニケーションが取れるのって初めてだし、その初めての人がね、タイポンさんってところがすごい嬉しいです。ありがとうございます、ほんと。ほんと嬉しい。おー、かっこよ！初めてのベイブレードバースを、のね、ベイが、タイポンさんからのプレゼントっていうのが、またいいね。で、説明書とシールになってます。開けましょう。で、これはなんか、アンケートみたいなやつで、で、シールに、遊び方。で、こちらの、ソードワインダーかなの、剣先みたいなやつ。ね。開けていきましょう。はい。ハサミ。こちらが、剣先。まあ、ワインダーの先っぽになります。で、次に、どれかな？あった。ここだ。はい、ここにある、ソードワインダーの手持ちの部分ですね。で、ここに、まあ、後でシールを貼るんですが、こんな感じで、カチャッと付けられるのかな？あれ？あれ？はい、僕今、突き指したんで力が入んなかったんですけど、ギリギリできました。よし。次は、ランチャーかな？ソードランチャー。今回はですね、まあ、剣を引き抜くっていう感じでイメージなんですけど、はい、こんな感じで。で、ランチャーとかね、紐じゃない、中でね、なんか、グリップみたいなやつは、こうしか引くことができなかったんですけど、このように横引きがね、可能というか、できるようになって、で、2パターンあるんですよね。
で、ギザギザが短い方がノーマルサイドで、ギザギザが長い方がパワーサイドになっております。こんな感じです。はい、最後は肝心のゼノエクスカリバー本体になります。いやー嬉しい、ほんとね、ありがとうございます。それでは開けましょう。もう3つ一気に開けて、まあ、シール貼りがあるんですけど出します。はい、慎重に慎重にね。かっこいい。それではこれらにシールを貼っていきたいと思います。はい、ということで早速っていうかね、もうシール貼りました。こんな感じですね。わかるかな。だいたいピンセットでやりました。結構シール数多かったね。こっちもピンセットでやりました。それでは早速こちらのゼノエクスカリバー MI を組み立てていきたいと思います。まずこちらのレイヤーですねに、あ、ディスクかな、こっちはディスク、こっちはレイヤー、レイヤー、うるぜ、こっちのレイヤーにこちらのディスクですね。今回ディスクは、今までのディスクがここのね鉄の部分だけだったんですけど、今回プラスチックが搭載されたということで初めてですね。でこちらのレイヤーの方も青と赤の二重構造になってるらしいです。すごい新要素がねたくさん搭載されてますね。でストッパーに、こっちが下か、それでここからこうですね。はい、こんな感じでいいのかな、これはゆるゆるでいいのかな。でこちらのドライバーをセットします。お、はまった。でこのまま奥まで差し込みました。で回します。お、こっち、おお、あ、こんな、あ、これでいいんだ、これでいい、お、お、はい、ということでできました。ゼノエクスカリバー MI です。めっちゃかっこいい。これでね、かっこいいと思わない人いないでしょ。100人中ね、かっこいいって聞いたら100人がかっこいいっていう、絶対。で後ろがラバーなんですけど、ラバーでなんか形がすごい風車みたいな感じになってて、ここも新要素らしいです。おー、なんか結構な重量感もあってね、いいですね。じゃあ早速ね、僕ねベイブレードバーストまだ持ってないし、メタルファイトと戦わせちゃうと傷とかひびが入っちゃうんで、まあ、ただただ回すだけなんですけど、いいですか。まあしゃあない、早速回していきたいと思います。それでは早速引いていきたいと思います。シュートしますね。で今回はノーマルサイズで、安定シュートでやっていきたいと思います。3、2、1、ゴーシュー。激しい激しい、こんな感じですね。まあゼノエクスカリバーは相手に当たんなきゃまあ負けちゃうんですけど、もうとにかくバンバン当たれば全然勝てます。ですがずっと握られちゃえば、こちらまあ安定は目的ではなく攻撃することが目的なんで、まあ回す時間っていうかね、ずっと回ってる時間は、まあ、普通のやつに比べては短いですね。はい、次はこちらのパワーサイド強力シュートでいきます。3、2、1、ゴーシュー。強力だとね、見てこのすごい風が速いで、ずっとなんか回ってるね中心で。はい、こんな感じです。さっきのノーマルサイドに比べてはまあこんな暴れなかったね。おお、こんな感じなんだ。かっこいいね。はい、ところで今回ですね、こちらのタイポンさんからのねプレゼント、まあ、視聴者プレゼントで当たった景品を紹介してみました。本当にね、タイポさんありがとうございます。
で、これからもね、タイプ音声感動のチャンネルね、ずっと見続けますね。まあ、こちらの、タイポンさんのプレゼントをきっかけにベイブレードバースト始めたいと思うので、皆さんもぜひぜひこちらね、すっげー強くてかっこよかったし、とにかくゼノエクスカリバーはね、良かったんでみんなも買ってみてね。で、まあこれをきっかけにベイブレードバースト始められて良かったです。皆さんもぜひぜひベイブレードバースト始めてみてね。まあ始めてない方は。でね、まあ、ゼノエクスカリバーね、ベイとこちらのソードランチャー、ソードワインダーのこちらのセットがついてくるんで、まあ、あとは他相手にもまたこういうセットを買ってもらって、でスタジアム買えばもうすぐに始められるんで、まあ、始めてみようかなっていう人はね、これ結構いいかもしれない。まあ、初心者からのこんなアドバイスなんですが、すいませんでした。まあ、タイポさん、本当にありがとうございます。これからもね、温かく見守っていただければ嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6歳で僕は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。